ただきありがとうございます。今回はアルペン&ドアーズ京都支店のトロピーとベンさんと野田でお送りします。イエーイ。はい、今回の動画内容は何でしょうか。はい、今回は AOD スタッフがチョイスしたこだわりパンキャンパーファミリーテント7選をご紹介していきたいと思います。どういうことですか。はい、あまり人と被りたくないとか個性的なテントが欲しいって方におすすめのファミリーテントをご紹介していきたいと思います。はい、なるほど、楽しみですね。ねえ、ちなみに以前動画でアップされたアルペンアウトドアーズ京都支店のファミリーテントトップ10が3万回再生いってるみたいですよ。素晴らしい。それではどうぞ。アルペンアウトドアチャンネルです。早速一つ目のテントです。野田っちお願いします。はい、まず最初に紹介するテントは白いクマさんにも有名なノルディスクのアスガルド 12.6 です。はい、スタルキャンパーの方にもすごい人気のテントです。めちゃめちゃ人気ですね。かわいい、かわいい。グランピング施設とかでもよく使われてるテントですね。あとワンポールテントなので女性の私たちで簡単に設営することができます。しかも一人で、ね、一人でテントを作るのとても安心ですよね。はい、このテントの素材なんですけれどもテクニカルコットンと呼ばれる素材を使われておりまして、通気性はもちろんのこと雨の日でも快適に過ごせるよう強力な撥水加護がされているんですよ。まさにおしゃれなこだわり。じゃあ野田っち、続いてのこだわり派テントは何でしょうか。はい、続いて紹介するテントはスモアのベル300です。先ほど紹介させていただいたアスガルド 12.6 と同じワンポールテントですね。こちらのテントもおしゃれですね。おしゃれですよ ね。おしゃれ。はい、気を取りまして、このテントポリコットンと呼ばれる素材を使ってるんですよ。ポリコットンって高額なイメージがあるんですけど、お高いんでしょう？と思うでしょう。このテントコスパめっちゃいいんですよ。はい、コスパめっちゃいいのにポリコットン使われてるんで通気性ももちろんのこと撥水力もかなり高いんですね。はい、まさにおしゃれなこだわりパート2。では同じ3つ目のテントいきましょうか。はい、続いて紹介するテントなんですけれども小川のオーナーロッジタイプ 52RTC でございます。はい、またまたまた可愛いテントだ。はい、またまたまた3度目です。3個めっちゃんで可愛いの来ましたね。はい、このテントもおしゃれキャンパーに人気のテントの一つになっておりまして、特に人気のところがこの特徴的な窓なんですよね。確かに窓めっちゃ可愛いですね。しかもさっき2人で中入ってみたんですけど2人ではしゃげるぐらいめっちゃ広かったです。はい、2人ではしゃげるほどに広いのはロッジタイプのフレーム構造になってるからこそ圧迫感もなく広い空間ができるそんなテントになっております。まさにおしゃれなこだわりパート3。では野田っち4つ目のテントお願いします。はい、続いて紹介するテントがスノーピークのグランベルク M です。おー、かっこいい。かっこいいですね。はい、我らがグランベルクですね。はい、このテントスノーピーク史上最大級を誇る大きさのシェルター型のテントとなっております。このテントすごい形も変わってますし大きさも大きいんですごい設営難しそうだなと思っちゃうんですけど。はい、いい質問ありがとうございます。このテントかなり大きいテントではあるんですけれどもポール3本で立てます。この立て方に関してはタープと同じ立て方なのでかなり簡単に設営することができちゃうんですよ。ってことは初心者の方でも簡単に立てれちゃうってことですよね。はい、そうなんです。この大きさなら結構大人数でもキャンプ行けそうですね。
はい、今ツールーム型になってますので、今だったら6名様ぐらいの大きさになって、インナーテントを外せばシェルター型にもなります。シェルター型になればだいたい10名ほどまで、2家族分ですね、にまでなる大きさになりますね。すごい。でもメッシュもなんかガッて、はい、このメッシュが大きいことによって夏でも涼しく、また、スカートがついてます。フルスカートですね。これにより冬でもあったかく過ごすことができちゃうんですよね。まさにスノーピーク最大級のこだわり。はい、5つ目のテントはどんなテントですか？はい、続いて紹介するテントがビッグアグネスのフライングダイヤモンドです。おー、なかなか見かけないテントですね。はい、なかなか見かけないテントでございますね。はい、このフライングダイヤモンドというテントは北米で大人気のテントとなっております。で、インナーテント内部にですね、収納ポケットがたくさんあるんですよ。この収納ポケットを活用してキャンプ用品とかをしっかり整理整頓することができます。はい、さらにインナーにですね、仕切りがあるんですよ。本当だ。あれ、靴がある。本当だ。あ、そういえばベイちゃんどこ行きました？あれ、ベイちゃんどこ行った？あ、中。あ、隠れてるんだね。隠れてる。一回呼んでみますか？呼んでみますか？せーの、ベイちゃん。ああ。いた。ベイちゃんいた。すごいなんか秘密基地みたいで楽しそうで隠れちゃいました。隠れちゃった。やっぱりこんな風に仕切りがあることによって、お子さんが秘密基地みたいにキャンプも過ごすことができるんですよね。まさに機能的なこだわり。はい、では6つ目のテント行ってみましょう。はい、続いて紹介するテントはまたまたノルディスクのレイサー6です。私たちが知ってるレイサーとはちょっと違う気がするんですけど。はい、ありがとうございます。実はこのレイサー6、アルペン限定モデルなんです。限定、これで好きでしょ？大好き。はい、というのもカラーがグレージュと呼ばれるカラーとなっておりまして、人と被りたくない方、被りたくない方必見のテントとなっております。おー、めっちゃいいですね。しかもスカートがついてるので冬も使えそうですね。はい、スカートがついたことによりオールシーズン対応のテントとなっておりますし、フレームの構造もトンネル型なので設定もかなり簡単なんですよね。しかも見てください、これメッシュがポケットになっててめちゃくちゃ可愛くないですか？はい、こんな風に収納ポケットがたくさんあるので、キャンプ用品も整理整頓できちゃうんですよね。まさに限定のこだわり。はい、ここまでいろんなテントを紹介してきましたが、一番最後期待たいですね。はいです。はい、お願いします。はい、最後に紹介するテントはこちらです。 AOD3 です。おー、来ましたね、 AOD3。 はい、我らが AOD3ですね。はい、宇治店でもかなり売れましたよね。はい、宇治店でもその他のアルペンアウトドアーズでももう即完売でしたね。はい、このテントなんといってもこの開放感ですね。大きな天井窓とサイドの大きなメッシュにより夏でも涼しく過ごせちゃうんですよね。このテントは先ほど紹介したレーサー6同様にアルペンアウトドアーズ限定のテントとなっております。はい、アルペンアウトドアーズでしか見ることも買うこともできないテントとなっておりますね。はい、なんかこのインナー暗くないですか？はい、このテントのインナー部分はブラックインナーと呼ばれるものを使っておりまして、夏の日でも温度上昇を抑えるとともに日光を遮断してくれるので夏でも涼しく過ごすことができるんですよね。さっき説明した時ルーフフライシートが他のテントはい、このテントのルーフフライシート屋根の部分ですねは CC 素材を使っておりまして、テントの紫外線劣化の防止や遮光率の向上、また結露もついてくれるんですよね。もうテントのいいところを全て備えたテントなんですね。はい、そうですね。
まさにアルペンアウトドアーズのこだわり。はい、以上になりますが、いかがでしたか？はい、おしゃれなテントから変わりどころまでいろいろありましたね。私たちも初めて見るテントもありました。はい、ありがとうございます。はい、アルペンアウトドアーズではご購入をご検討中のテントを実際に試縛りすることができますので、立て方であったり生地感を見ながら購入することができますので、ぜひご来店の方お待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。では店舗と次の動画でお会いしましょう。はい、お待ちかねの最後にですね、はい、アルペンアウトドアーズ京都宇治店の2022年春から夏のファミリーテント売上トップ10をご紹介したいと思います。それではどうぞ。